あゆなよ。あゆなよ、聞こえるかな？聞こえません。聞こえたようだな。信じられんかもしれんが、わしは神である。まあ聞きなさい。どうやらそなたピンチのようだが、その怪物と戦う力欲しいであろう。欲しくないです。はい、ということで今回からミートピアをまた新しく始めていきたいと思います。まあ前までもやりよったんやけど、またちょっと、なんて言うん？心機一転新しく始めていきたいと思います。ここはミートピア。なんかすげえ懐かしいんやけど。めっちゃ懐かしいんやけど、やばいね。ミーたちが暮らす平和な世界です。いいえ、平和な世界でした。かわいい。久々に見たらめっちゃかわいいな。突如現れたのです。世界観が、ね。ミートピアを脅かす影が。いやー。あの中の液体は一体何だったの？ぶちまけたのめっちゃ紫なんだけど。ぶどうジュースとかかな。何者かがミーたちの顔を奪ってしまいました。そして。そして。はい。たくさんのモンスターたちが。ミーの顔がくっついた怪物たちが生み出されたのです。これはあれなんかな？ちゃんといろんな人が登録しとるミーの顔とかからそのモンスターにくっつけとるってことなんかな？ここに一人の旅人がいます。あゆなー。前回はアスムが主人公でやっていってたんだけども、今回はちょっとちゃんと私が主人公で行こうかなと。はぁ。今日も平和だな。アイナはのんびり一人旅。まあ、途中からね、主人公とかそういうのあんま関係なくなってくるけど。いや、一応ストーリー的にはあるんかな。これ元のはモンスターじゃなくて普通の蝶ってことかな。かわいそうに取り憑かれたがために、やられてしまう。逃げてー。わー。多分まだ丸腰なはず、私。はっはっ。ここはどこだろう。あ、街が見えてきました。お、めっちゃ嬉しそう。さっきまで追いかけられよったのに。のどかな平原。からの？まだ町の名前出てなかった。大正の町。大正の町。どうよ、これね。前回やりよった時に比べて町の人たちも変わったってことやもんね。ランダムだから。のんきな案内人、キルは。誰？多分アニメのキャラなはず。はぁ、今日も暇だな。でもこのキルアって名前しか聞いたことないよね。ん？どうしたの？君そんなに慌てて。え、人の顔がくっついた怪物？く。夢でも見たんじゃないの？ここは平和な最小の町。この町で過ごせば忘れちゃうよ。こんなこと言ってたら君も、そうなっちゃうんだよ。陽気なおばちゃん、タコゾネス。誰？タコゾネス。タコゾネス？あははタコゾネス？何、スプラ？今日もいい天気だね。おや、いらっしゃい、旅人さん。なんだよ、おどおどして。ダメだよ、そんな顔してちゃ。ほら、笑顔、笑顔。笑顔は幸せを呼ぶんだよ。まあね、そうなんだけども。え？ちっちゃい子供と思ったらめっちゃおじさんやん。やんちゃな子供、王様。王様って言っちゃってる。わーいわーい。僕はドラゴンだぞ。これはちゃんと王様用に作ったミーなのだろうけれど、うちでは子供になっちゃったわ。ガオー。あ、かわいい。心配性お母さん、サナエ。サナエちゃんかわいい。これはキャラクターかな。王様ちゃん。王様ちゃんダメでしょ。危ないからじっとしてなさい。本当にもうこの子ったら。あら、旅の方、ごめんなさいね。うちの子、本当落ち着きがなくて。将来が心配だわ。ね、なんかすごい王様とメイドさんみたいな格好なのに。ラブラブカップル、サムラゴーシとポプコポプコかわいい。うふ。なんて美しいんだ、君は。うふ、あなたも素敵よ。
確かにポップコーンっぽい。幸せだな。幸せね。顔。顔よ。嫌味な男パラガス。パラガスさん前も出てきてなかったっけ？違う場面でかもしれんけど、確かここはね、修造やったはずやけんね。ん？君見ない顔だね。もしかして遊びに来たの？違わい。前回違うにしたけん、早いにしとこうかな。のんびり一人旅ですか。気楽だね。羨ましいね。うぜえ。うぜえぞ。え、怖い顔。どうしたの？頼りない蝶々、人食い花の頼りなくないよ。ってか、不気味だよ。どうも旅人さん。私がこの町の蝶々なんです。もう町の皆とお話しされました？うん、してないですってしたら話が進まんのかな。そうですか。どうかゆっくりしていってください。進まんかった。はい、蝶々さんなんですね。もうお話しされましたよ。いい町でしょ、この最初の町は。こんな私が蝶々でいられるのも。ん？え？あー、なんだ？なんだいなんだい。あー、顔が。ママ、あれ何？静かに。ポップコ、サムラゴーチ。フルネーム。おやおや。取られるよ。あいつは。取られちゃうよ。大魔王は進む。いや、顔が穏やかだな。うははは。俺は大魔王は進む。世界に恐怖と混沌をもたらすものだ。最小の人間どもよ。びっくり。さあ、味わえ。顔を失う恐怖をな。またしても壮大な兄弟喧嘩が始まるわけですけども。みんなお付き合いくださいまし、おい。これは、ねえ、前も思いよったけどさ、目は見えてないってことなんかな。王様ちゃん！ポップコ！あ、そっか、全員取られたわけじゃなかったんやったっけ。死んだ。死んだよ。うわぁ。みんなの顔が。お亡くなりに。今回はこれでよしとしよう。顔を失った者たちよ。恐怖に怯え、苦しむがいい。そして助かった者たち。町の仲間の様を見て、共に苦しみ、絶望しろ。ではさらば。うははは。すん。穏やかな顔で去っていったけど。いい、お助け。ブルブル。助かったのよ、君は。ああ、もう言葉も発せなくなって。これはやっぱり口がなくなったけんってことかな。ポップコの美しい顔が。うわあ、もう君を愛せる自信がないよ。びっくり。びっくり。美しい顔じゃなければ無理なのね。キャー、王様ちゃん。どうしましょう、どうしましょう。もう心配性お母さん、サナエさん、可愛くって可愛くって。あ、旅の方。どうかお願いです。王様ちゃんを助けてください。あ、ありがとうございます。どうだわ。これをお持ちください。我が家に伝わるお守りです。いい絵にしようと思ったのに。ゲット！画本のお守りをもらった。大魔王まだ近くにいるはずです。町の外を探してください。お母さんのお願いを引き受けた。頑張りますね。いや、普通に考えたら大魔王別に歩きよるわけじゃないやけん、近くにおらんと思うけどね。何かを訴えようとしている意志はあるんだな。ねえ、ちゃんと意志はあるっぽいね。見えないし喋れないってことか。めっちゃ地獄やん、それ。異地獄やわ。絶望的やん、それはまさしく。で、ちょっと私は出発してきます。行ってきまーす。お。大魔王。本当に近くにおるっていうね。大魔王は進む。うははは。まあ、その場で消える意味をね。俺に何か用でもあるのか？用は別にないんですけど。王様の顔を返して。そこだけじゃないんだけどね。うん、こいつか。それそれ。返してやってもいいぞ。ただし。こいつに勝てたらな。わあ。
そうか、今はまだ弱いからなぁ。せっかく強いところまで行ってたんだけど、可愛いかよ。めっちゃ可愛いんだけど。生きていたらまた会おう。うははは。会います。この去っていくときのね、じゃなんか召されるような顔が。ああ。お。母方の守りが輝き出した。守りから声が聞こえる。あゆなよ。あゆなよ、聞こえるかな？聞こえません。聞こえたようだな。ええー。信じられんかもしれんが、わしは神である。ええー、まあ聞きなさい。どうやらそなたピンチのようだが、その怪物と戦う力欲しいであろう。欲しくないです。え、いらないの？いやいや、神として放っておくわけにはいかん。そなたに力を授けよう。神の力をな。押し付けられる神の力。はぁ、あ。神の力の目覚め。職業の力が目覚めた。あ、そっか、無職だったのか。怪物と戦うための特別な職業に就く。さあ、好きな職業を選びなさい。じゃあ、私は、前回のね、職業は戦う時の役割のこと。攻撃したり回復したり、職業ごとに特徴があります。使える武器や着られる服も職業で決まります。どの職業を選んでも大丈夫。見た目で決めちゃってもいいですよ。では職業を選びましょう。やっぱりちょっとここは戦士で行こうかなと、主人公だし。戦士、力が強く守りもバッチリ、大きな剣を振るって戦う。あと魔法使い、僧侶、盗賊、アイドル、料理人、この5人は、まあ、後々出てくるだろう。決定。アイナは戦士になった。これはあれかな？めっちゃピンクなんだけど、もともとピンクやったっけ？これ、ミーの好きな色が反映されとるってことかな？私多分好きな色ピンクにしとるはずやけん。あれは？ほっほっほ。その力があれば、大魔王に怪物と十分に渡り合えるだろう。戦い合いなよ。めっちゃ無理やり押し付けられて、旅に出さされるわ。やるぞ！そしてこのね、間のやりとりをずっと黙って聞いててくれたこのモンスターはきっといい子だと思うよ。ミニ王様スライムめっちゃ可愛いやん。王様なのにミニだよ。よっしゃ、いけー。待って、オートにしとこ。オートにして、待って、やられそうじゃない？ちょっと頑張ってよ。余裕だね。余裕だねってほどじゃないと思うけどね。わーい。記念すべき一人目の助けた人。王様ちゃん。楽勝だった。楽勝か、本当に。ゲット、スライムジェリー。懐かしき。めっちゃ疲れとるやん。余裕じゃないやん。見事な戦いであったアイナよ。いやー、それほどでも。さて、これであの子供は助かったであろう。よかった、よかった。ほっほっほ。では、最初の町へ戻ってみなさい。なんであいつだけってならん？耳は聞こえとるわけやけんね、みんな。さあ、これで王様ちゃんの顔が戻ったわけですね。他の人たちの顔も、うん、これ見えとるよね。はい、戻った。ちょ、顔変えてもらった方が良かったんじゃない？おお、わーい、戻った。王様ちゃん、来た来た。大丈夫？怪我はない？うん。ああ、本当によかった。旅の方、ありがとうございました。お礼にこれをどうぞ。家宝ももらったのに。200ゴールドゲット、やったね。武器とかね、装備とか揃えていかんといかんから。ほほほ、めでたしめでたしだな。さて、あいなよ。そなたにはもう一働きしてもらうぞ。もう一働きどころじゃなかったけどな。え？その後も見たであろう、大魔王アスムを。奴はミートピアをめちゃくちゃにしておるのだ。そこで頼みたい。ドキ。大魔王アスムを倒して世界を救ってくれ。いやーです。つまんが、そなたに拒否権はないのだ。怪物から救ってやった恩を返してもらうぞ。めっちゃ拗ねとる拗ねとる。神の力を与えたそなたなら、大魔王アスムに対抗できるだろう。大魔王を追い、旅立つのだ、戦士アユナよ。期待しておるぞ。ほっほっほ。あんな期待をかけられましても。
めっちゃはしゃいどるけど。わーいわーい、僕は大魔王だぞ。顔をよこせー。うははは。まだそんなギャグが言えるような状況じゃないよ、周りは。王様ちゃんダメでしょ？おとなしくしてなさい。また大魔王に顔取られちゃうわよ。冗談じゃなくなるからやめろ。やめろよ。さあ、これで行き先が増えたのどかな平原。いいね、本当にのどかだわ。あんなことがあったとは信じられないぐらい。行くか。ドキドキ。おお、お宝落ちてないかな。モンスターが出てきた。顔面が、そうか、そんな名前だったか。いや、頑張って。頑張って、私。いえい、余裕だね。さあ、これで見知らぬ方の顔が、おほほほ。怪物から顔が飛んでいくのを見ておったかな。あの顔の持ち主はその他のことで助かったのだ。先ほどの子供と同じようにな。つまり怪物をやっつければ誰かが助かるということ。どんどんやっつけてみんなを助けてやってくれ。頼んだぞ、アイナよ。ほっほっほ。イエーイ、勝利。なんか最初の頃ってね、めっちゃこう、神様の主張が激しかったよね。イエーイ、レベルアップ。しょぼい。めっちゃしょぼいやん。ふんふん。こんなウキウキ気分でいられましても。たくさんの怪物たちがピンチです。あ、勝てそうにないよ。頑張れよ。ほっほっほ、困っているようだな。よろしい、助けを呼んでやろう。んー、はぁ、あ、ここはワープさせられてきたの。あ、一緒に戦おう。うん。なんかあれはね、前回多分アイドルは誰やったんかな、ココちゃんやったんかな。めっちゃ小さいサイズやったけんさ、あれやったんやけど、なんか同じぐらいのサイズっていうのも新鮮な感じがするね。余裕だね。わーい。わーい。そんな無邪気に敵を倒す。最初の一人目ってなんか神様に勝手に連れてこられた感じやったんか。怖。恐ろしいわ。顔面がの蜜ゲット。ふう。助かったよ。世界を救う旅か。私もついていっていい？オッケーオッケー。全然オッケーです。よろしく。さっちゃんが仲間に入った。最初の一人目早かったな。ほっほっほ、無事切り抜けたようだな。さっちゃんと仲良く旅を続けなさい。仲良くなればなるほど、そなたたちの力は強くなるぞ。では良い旅を。ほっほっほ。いやー、頼もしいかどうかはわからんけど、仲間が。頼もしい、頼もしい仲間が。お、なんか落ちてるよ。私が言った言葉そのまんまやった。ゲット、アイナ、HP バナナを一本ゲット。落ちてるものを食べてはいけません。走ったら痩せるかな。何、太ってんの君。太ってんすか君。さっちゃん待って。HP バナナを取り出した。じー、見られてるよ。見られてますよ。あ、これやっぱり、さっちゃん好きな色黄色やもんね。こんな感じ？美味しい。仲良し度がちょっと上がった。足つりそう。ババアかよ。しっかりして。もうここに来てもゴブリンが出てくるのね。ゴブリンはね、もともと目がついてるものだから、なんかすごい自然よね。どんな目がついても。え、でも言うてモンスターはあれか。全員顔ついとるか。ドラクエとかでも。勝ったぞー。取ったぞー的な。ゴブリンのハム。絶対まずいと思う。宿屋を目指して走れ走れ。とりあえずは目指すわ、宿屋。ふぅ、疲れたね。私そろそろ休みたいよ。あれは？宿屋を見つけました。そんな偶然。あの宿屋で休んでいこう。助かったー。もうね、一目散に。宿屋に到着。イェイ。
の部屋を決めましょう。同室の二人は勝手に仲良くなります。仲の良い二人はお互いに助け合って戦いが有利になるのですよ。ぜひ二人を同じ部屋に入れてあげましょう。ということで、はい、オッケー。料理をあげる。旅でゲットした料理を食べさせます。料理を食べると少しずつ強くなるので、どんどん食べさせてみんなを強化しましょう。ちなみに好きな料理は効果が大きく、嫌いな料理は効果が小さいのです。好きな料理をいっぱい食べさせたいですね。まあ、どれが好きかはわからないからお任せでいこう。はい、二人でいただきます。あ、二人とも死んだけど大丈夫かな。ごちそうさま。超嫌な食事になった。あ、でも強化のためだと思ってちょっと我慢して。ようやく口に逃がしって言うじゃないか。みんなの様子、特に何もないね。お小遣いをあげる。みんなの様子なんかある？なんもないよね。なんもないっすよね。みんなの部屋割りを変えられます。仲良くさせたい二人を一緒の部屋に入れましょう。二人が何かしていたら頭にマークが出てきます。マークをチェックすると部屋で何をしているか覗けちゃいますよ。時々様子を見てみましょう。了解です。特に何もない。 OK。 お小遣い、これで買えるものはないんじゃないかな。お小遣いをあげると欲しいものを買ってきます。みんなが使える回復グッズや自分で使う武器などいろいろなものを買ってきますよ。時々間違って買っちゃうことも。そんな時は笑って許してくださいね。笑って、あ、でもこれ武器欲しがっとるけど、140ゴールド買えるやん。そんな安かったんか最初。ちょっとなけなしのお金、40ゴールドだけ返されましてもね。なけなしのお金をそんなことに使わないでくれ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、また新たに始めたわけだけれども、どんな感じの旅になっていくのか楽しみやね。またみんなが知ってる人が続々と出てくると思うけん。